今日残業1時間いけるとかも軽めに聞かれるし、そんなこと山ほどあるんで、アルバイトのやめ方を教えるっていうのは嫌だなものだと思うんですけれども、転職エージェントだったらちょっと僕の言うことをちょっと聞いてください。あのですね、はい、皆さんこんにちは、教育やったらいいなと申します。本日は質問が来ているのでお願いします。はい、今日は土日ですからね、土曜日にキャッってますね。大学生のアルバイト講師です。夏期講習が忙しすぎて嫌になりました。教室でミスは起きるし、残業も多いし、辞めたいのですが言い出せません。どうしたらいいですか？非常に難しい質問だね。しかもこれは土日なので、出されるのが27日になりますから、もう夏期講習も終わってて学校が始まってるなんていう地域もね、もしかしたらあるのかもしれませんけれども、まだまだ夏期講習やってますよっていう地域もあるかもしれませんが、まずですね、1ヶ月半の夏期講習お疲れ様でした。言い出せないんですけど、どうしたらいいですかっていう話なんですけど、まあ簡単に言うんであれば、きちっと自分の口から言うしかないかなと思ってます。ちょっとマネージャーもう一回呼んでもらっていいですか？夏期講習が忙しすぎて嫌になりました。教室でミスは起きるし、残業も多いし、辞めたいです。 OK です。今の話だとミスが起きていた、多分それの処理をされたんでしょうね、おそらくね。なんか自分のミスじゃないのになんかやらされたとか多分あったと思うんですよ。で、残業も多いってとこですよね。要するに、授業終わったらすぐ帰るのかなと思ったら、授業終わったあと1時間半は帰れませんみたいな、そういうことが起きてるわけですよ。で、きっと教師長の方にミスを押し付けられるし、残業の時間も長いんで辞めますって言うと、きっとですね、こういう風に言われます。じゃあもう今度から君にミスは処理はしてもらわないし、授業の時間が終わったらその対応もしなくてもいいから、すぐ帰ってもいいから9月以降も続けてくれないかっていう風に言われちゃうと僕は思います。だって嫌なところがあるから辞めるんですよね。だとすると、じゃあ嫌なところは消してあげるから残ってよって話になっちゃうと思うんで、まあ話のなんかね、その辞める援助をするのはちょっとどうなのかと思うんですけれども、自分でもね、9月以降からちょっと急に学校の授業が忙しくなりそうなので、コマを減らしていただけませんかっていう感じがいいかな、妥協点かなっていうふうに思います。100あったものを0にするっていうのはね、なかなか難しいんですよ。逆に100あったものを200にするっていうのも難しいんですね。徐々に減らしていかないと厳しいかなと思います。なので、学校の都合でとか家庭の事情でみたいな感じで、100を50円にして30にして20にしてフェードアウトしていくっていうのが一番いい辞め方かなっていうふうに思います。塾講師のスキルを育成するチャンネルでアルバイトの辞め方を教えるっていうのは嫌だなものかと思うんですけれども、全ての人類の幸せを願っておりますので、まあ、この場合はそういうふうにやるのがいいのかなというふうに思ってます。僕のね、個人的な意見ですよ。個人的な意見をちょっと言わせてください。確かに塾業界は変なミスも起きて、なんか自分のせいにされるとか、人のミスの処理しなきゃいけないとか、あと授業終わった後1時間も1時間半も帰れないとかいっぱいあるんだけど、転職エージェントだったらちょっと僕の言うことをちょっと聞いてください。ですね、どこの業界もそんなもんですはい、どこの業界もミスは押し付けられるし、部長に言ったはずなのに聞いてないって言うし、もうこんなのね、ザラにあるんですよ。でもそのアルバイト辞めちゃったら収入0円になっちゃうわけですよね。ってことは他のどっかバイトするわけですよね。きっとあなたが、まあ、例えばね、飲食とか、まあ、アパレルとかそういうところに行ったとしても、ミスを押し付けられるし、報告したはずなのに聞いてないとかって言われるし、今日残業1時間いけるとかも軽めに聞かれるし、そんなこと山ほどあるんで、塾だけじゃないんだよっていうところだけは分かってほしいかなと思ってます。あと特に今夏期講習は忙しい時期なので、9月とか10月とかと比べるとやっぱりミスは起きやすいんですよ。で、それの処理をしなきゃいけない時もあるんで、9月は楽になるんで、もうちょっと見てもいいかなっていうふうに僕は思ってます。アルバイトの方が時給がいいかもしれないし、待遇もいいかもしれません。それはもちろんそうかもしれません。要するにそのフェードアウトしていく時にゼロにしなくても、50ぐらいだったらまあ自分に合ってるかなっていう感じのところで止めることもできると思うんですよ。だからいきなりゼロにバーンってしないで、徐々に減らしていくところをしてくれたらいいんじゃないかなと思います。ということでございましたので、他もそういうもんよっていうところもちょっと一応理解した上で、まあ徐々にフェードアウトしていっ
ってもしかしたらどっかで止まるかもしれないし、そんな感じでやってみていけたらなっていうふうに思います。参考になりました方、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。